東京左折組です。お願いします。お願いします。今日の企画は田中先生からしシュークリームドッキリ。田中先生まだ来てないんですけれども。まだ来てないですね。はい、はい、田中先生が来たら大好評企画のデスクイズをやりますとで、デスクイズをやる際に矢野とロシアンシュークリーム的なのをやりますっていう風に伝えて、田中先生の方にはもうからし入りのみを渡して、で、矢野さんには美味しいシュークリームのみを。え？めっちゃいいやん。いやもうね、最近だから五十嵐さんがねちょっといない間、僕は田中先生にもう暴行を受けてますから、いろいろな。いやーちょっとね、それあってのね、矢野さんのだから逆襲企画ですよね。いや嬉しい。やっぱね、僕いない間にねブイブイドッキリ仕掛けてたんで一番仕掛けんのは俺だぞじゃあ早速やってみよう。どう東京さてくれ、お願いします。今日の企画は大好評デスクイズ第6弾。ちょっとね、ファンの方にはね、お待たせしてしまったかもしれません。お待たせいたしました。違う。今日お待たせいたしました。じゃなくて、今日初体験ですよね、デスクイズ。本日のデスクイズはですね、からしシュークリーム。今回は対決方式。うわー。俺と矢野？うん。俺さ、最近ちょっと断食してるから、全然入れてないのよ、物。二日入れてない、今。入れてなさすぎるでしょ。シュークリームも嫌だし、からしも嫌だ。全部嫌だった。全部嫌だ。シュークリームも嫌だったらもう話にならないから。俺も絶対に勝ち残るっていう感じでデスクイズいってみよう。早速ね、これシュークリームのからしご用意したんで、はい、僕ちょっと裏で準備していきます。やっぱね、不正しそうなんで2人とも。じゃあ五十嵐さんがカメラだけ持って入れに行くと。はい、完成です。おい、目隠しするんですね。見た目でね、分かっちゃうってのがあるんで。これは何、一皿に何個ずつ入ってるとかなの？何個ずつ入ってるでしょう。これクイズになってんのこれ。クイズすぎるってだから全部食べるってことこれ。そうです。やばー。もう全部でシュークリーム自体5個あります。そしたらまず1個ずつ食べた方がね。はい、ここにある。はい、1個取ったよ。はい、うわ、なんかランダムにすげえ適当に取っちゃったけど大丈夫かな。もうどれがどれだか分かんないどれがどれだかマジで分かんない。これ、はい、俺はこれで、はい、先にその個数を当てた方が勝ちですかね。これ対決ですから。あー、なるほど、うん、どうぞ。それじゃあいただきます。いただきます。せーの。逆に、え、来てない。全く来てない。うまい。うわー、すっげーこれ。もうすでに1個当てたの。最悪だなこれ。すげーなこれ。さてね、何個入ってるでしょう。ちょっとまだわかんないですか。田中先生も。俺もまだわかんない。あ、じゃあ2個目いきましょうか。うわ、怖いな。でもこれ結構きつそうだな。目隠ししてるけど、めっちゃ涙出てる。そう、マジで。すごい。いや、もうちょっとすごい。うん、これにしよう。矢野先生が、僕はこれで、はい、いきたいと思います。頼む。じゃあ2個目お願いします。いきます。いただきます。せーの。マジで。逆にすごいよ。すごい。え、だってここ中2個入ってるでしょ。最悪だなこの辺。マジで怖いじゃん。すごい。え、もう2つ入ってた。2つ入ってた。マジか。あ、もうやめたい。当てればやめれますか。当てれば、何個からしが入ってるか当てればやめれるんでしょ。俺はまだ大丈夫だったから。3個。違います。あー、痛い。近かったらどうなんだ。近かったらどうなんだ。続行です。近かったら続行。正解するまで。でも2個の可能性もあるってことだ
ね。あ、はいはい、そうだね。だもう2つ食べちゃって、あとはうまいとかの可能性もあるから。まあそうですね。でも、まあ、これの方が怖い。次もう回答権がなくなったんで1回食べないと。なるほど。回答権なくなるの。やっぱそんなね、そんなこと言ったらね、1個、2個、3個、4個、5個って一気に全部答えれば正解しちゃうわけなんで。なるほどな。はい、一回食べていただかないと。そういうとこしっかりしてんの。じゃあ、お助けいく？お助けお助けなんで。ダブル食いって言って、うん、一気に食ってもいいっていうルール。え、何ダブル食いってない、どういうこと。マジで怖えじゃん。だ俺の方が危ないわけだから、俺は全然ダブル食いでもいいけど。ダブルで行こう。勝負するね。いやもう信じたい。そうね。怖いなこれ。これはい、はい、その2つね。じゃあいきます。せーの。進化しそう。田中先生、田中先生、田中先生、クイズ中ですよ。ダブル入った。ダブルだろ。おかしいな。あれどういうことだ。もうあとだってあと1個ずつ。あと1個。田中先生答えます。田中先生どうですかこれ。なんかあれおかしいな。合わない。個数が。まああと1個ずつ食べてちょっと決めてみようか。じゃあちょっと田中先生ね、これ何人も考えらんね今。まあ最後ね、1個食べればおのずとも全部食べたんで答えわかるかな。確かに。いきますよ。じゃあはい、せーの。うまっ。あーもうおい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 わかったわかった。正解わかった。わかった。お前ら頭使ったな。全部美味しかったな。はめたろ。まずはお前らだよ。何よ、俺分かんない。お前考えたんじゃねえだろ。俺考えるよ。俺何も考えない。俺だって違う違う、普通に。じゃあ俺からし食べてたかもしれない。じゃあマジ、ま、え、からし。俺からしのシュークリーム食べてたの。そんなわけない。こんなラーメンだからし食ったの。ダブルやばいぜ。全部入ってんのもうさ。え、これどういうことの五十嵐さん、これは。田中先生だけ全部からしドッキリでーす。いやー悔しい。ちょっと一泡吹かせようと思ってね。いやでもね、それに関してはね、俺何にもやない。すげえ。もうやられて当然だよ。早めにね、全部入ってるって言ってくれればもうその時点でクリアだったんだけど。確かにね。そうそうそう。早めに全部入ってるって言ってれば食べる必要なかった。何やってるか分かんない。田中先生、検証結果お願いします。矢野くん、いつもすいませんでした。いやいいんだよ、ね、いやよかったよかった。終わりの始まりだお前。ありがとうね、いがらし。終わりの始まりだ。イエーイ。こっからだぞお前。東京挫折組です。おいしょー。